えー、こんにちは。なんか今回はね、海外旅行した人から、まあ、こんな感じでしたよみたいなことで、ね、レポートいただきましたので、そこでシェアしたいと思います。それがですね、このゴールデンウィークにアメリカに行って帰ってきたみたいなんですよ。で、えー、例の感染症なんですけども、日本国内の扱いとアメリカを中心とする、まあ、G7 とかね、各国の対応っていうのは、ここまで違うのかと思いましたんで、お話ししていこうと思います。えー、まずね、日本からアメリカに行く際は、日本のね、えー、税関なり、なんなり、 を通るのと、それからアメリカののねね入国の審査を受けけななくてはいけないんんでで窓口が2つあるんですよ、ね、でアメリカから日本に来る場合も同じでアメリカから出る審査と日本に入る審査等があって合計4回の関門をチェックしないといけないってことになりますでえっ、ー、とねアメリカに入る際なんですけども検査は一切なかったらしいですで隔離もなかったですで必要なアプリのダウンロードもありませんでしたということでフリーハンドだったみたいですよでゴールデンウィーク中だったんですけども うん、国際便が少なかったので1時間ほどで入国できたということで混雑もなかったらしいです、うん、これが一つですねアメリカに入る際は何もなかったというねで、えー、次滞在した後アメリカを出る際に何があったかってことですこれはですね帰国72時間前に検査があったらしいですねだから3日前には検査を受けないとスムーズに、えー、出ていけないってことになりますのでしかしね PCR 検査ではなくって鼻にこうやってつルンっ突っ込むような あ軽いい検査ででで、だったらしいですで、えー、厚生労働省のフォーマット対応、日本語対応の陰性証明書が必要なんで、それはあらかじめ持っておかなければならないということでしたけども、この度レポートをくださった方が利用したのは、ちょっと概要欄に貼っておきますけども、シエラビオラボってやつですよね。これ予約不要で、費用は大体いい120ドルぐらいで受けれるそうです。こういうふうなことを一つ使ったそうですよね。で、ももう1つ必要なものが 陰性証明書をアップロードということでございました。えー、結果がメールで送られてきたら、ファストトラックに陰性証明書をアップロードするということでございます。帰国便はユナイテッド航空を使ったらしいんですけども、こちらも出国用のアプリがあるので、陰性証明書をアップロードするところで、カウンターでの対応がね、スムーズだったということでございます。ファストトラックにつきましても、下に概要欄に URL 貼っておきます、えー。そして日本に入るときなんですよね。 飛行機から降りる際、まず日本に入国する人と乗り継ぎの人と分けられるそうなんですけども、日本に入国する人っていのは大体、うん、5分の1ぐらいいたそうです。あとは係の人の誘導に従って書類もらって、犯行もらって、列に並んで検査を受けての繰り返しだそうなんで、ここら辺はいつもと同じかなっていうとこですよね。うん。で、ね、肝心なのが、日本からアメリカに行くことなんですけども、ここを今説明してなかったんで、最後に、ちょっと長くなりますんでお話しときますね。まずは、あ渡航準備、 すする際にははっててのを取らなくてはならなななくいんですよこれ2009年から始まった仕組みなんですけどもアメリカに行く際にはこのエスタってのを取っておかなければなりません,うんだからエスタのね申請をしてくださいでエスタは2年で確か執行しますので2年ごとに取る必要があります、まあ、ですので改めてねアメリカに行こうとする方はエスタ、ESTA についてちょっと見ておければなと思いまして URL を下に貼っておきます、えー、そして2つ目渡航1日前に検査をします これ以前は3日前検査だったんですけども、現在はあ2021年の12月からは1日前ということになりました。アメリカの場合はしかし PCR 検査ではなくって、あの鼻にこうちょんちょんってやるんですね。あれで OK になりました。ですので PCR 検査自体がもうね、あのー、過ぎ去ったものになったということなんじゃないかなと思いますけどもね。まあ、アメリカではもう PCR 検査は使ってないっていうことでございます。もともとあれ PCR 検査は感染症のおなんか検査には使うなっていうふうに PCR の 開発者の方が言われてたのっていうのはね、よく知られてることですけどね。で、その後、MySOS、えー。これ、マイナンバーカードが必要になりますけども、このアプリをダウンロードして送られてきた英文の陰性証明書をアップロードするということになるということでございますね。えー、そして、ね、3つ目なんですけども、トラベラーフロームの提出がいるということでございます。というのが、アメリカは週ごとに規約が違うので、これが必要になってくるんですよ。だから、アメリカで週をまたいで移動する際は、これをチェックしておいてください。えー、そして、あとは、 ベリーフライアプリっていう登録があります。えー、JAL とかね、ZIP エアで、えー、渡米する際に限るんですけども、日本出,出発便の情報入力、CDC 宣誓書の入力、ワクチン接種証明書のアップロード、日本出発1日前の陰性証明書のアップロード、こちらの方をあらかじめやっておけばなっていうことですので、こちらも URL を付けておきますので、ねえー、以上でございます。いろいろとリンク先、 探っていかなくちょっと以前に比べて手間がかかりましたけどもただ一時期みたいにもう大手間っていうのじゃなくなったんでだんだん日常を取り戻しつつあるのが国際便の使い方なのかなと思いますただしね今後はだいぶ空の地図も変わるんじゃないですかある国の上空は多分飛べなくなると思いますしうん便数も減りますんで結構ね気軽に海外旅行に行けたような時期っていうのは過ぎてまた 海外への行ったり来たりは高嶺の花ということになるんじゃないかなと思います。皆さんもね、投、え、稿、ー、される際はご用心ください。